アジム。脱げや兄弟。昔みたいに殴り合って決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ行くで。兄弟、兄弟。なんや、お前も俺も変わったな。そうか。ああ、昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。
お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はないんや。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。なんやと。お、まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。ま、元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。あの上野清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せや、せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんや、そいつは。柴田や。柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。